今日も一緒に遊ぼうね。それではレッツゴー、サラチャンネル始まるよ。ああ、まだ夏休み気分が抜けないな。休みボケっていつ治るんだろう。休み明けって本当やる気出ないわよね。早く冬休みになってほしいわ。本当それだよね。この状況いつになったら治るんだろう。そもそももっと夏休みが長かったらな。みんな何話しているの？私も仲間に入れて。ルナ、ルナはなんでいつもキラキラしているの？いつも楽しそうだし、羨ましいな。え、そうかな？ルナはやる気なかったり、気分が乗らない時はないの？いつもニコニコしているよね。もちろん、私にもそんな気分の時あるよ。でも、そういう時は、ある方法で乗り切っているんだ。え、何それ？そんな便利な方法があるなら、私にも教えてほしいな。サラもサラも、どんな方法か教えて。簡単にできるの？もちろん、それはね。おにぎりが食べたいの。作ってくれる？いいわよ。食欲が湧かない朝でもちゃんと食べて体力つけないとだからね。ありがとう、ママ。明日の朝起きるのが楽しみだな。ママ、おやすみなさい。楽しみを作る。ルナ、リクエストの朝ごはんよ。ありがとう、美味しそうだね。いただきます。ゆっくり噛んで食べるのよ。そして自分でも朝ごはんを作ってみたくなって、作ってみたらすっごく楽しくてハマっちゃったの。いい感じに炊けてる。ご飯と海苔を合わせるとおにぎりの完成。うん、塩加減がちょっと物足りないような。鮭ももうちょっと入れた方がいいかな。目玉焼きも黄身をどのくらいの硬さにするのか、こだわりのポイントがあるんだよね。いろいろこだわり出しすぎたらなかなかお料理が終わらないよ。ルナ、学校遅れちゃうからもうその辺にしておきなさい。それじゃママ行ってきます。こだわりが強いことはいいことだけど、いろいろ先が思いやられるわ。自分で作る楽しさにハマってみる。そして気分が上がる文房具を揃えたり、好きな音楽聴いてテンション上げたり、ヘアスタイルもバッチリ整えてモチベーションアップ。そして今日は楽しい一日になりますようにと、ポジティブ自己暗示にかけるの。今日は鉄棒をうまくできますようにとか、何でも意識すると少しずつ変わっていく気がするの。ポジティブな自己暗示をかける。みんなおはよう。朝は元気な声で挨拶するの。恥ずかしい時は心の中で挨拶してるよ。心の声聞こえないでね。
元気に挨拶。そして好きな授業や得意なことを見つけるとモチベーションが上がるんだ。私の好きな授業は国語なんだけど、言葉の世界が好きだからいつか物語を作るのが夢なの。そのためにわからない漢字や言葉はたくさん学ぶんだ。夢を実現するためと考えると何でも頑張れるよ。夢が叶いますように。この問題わかる人？あら、誰もわからないの？自信なくてもいいのよ。先生、自信ないけど答えます。私は1日に手を3回上げるって決めているの。授業に参加することが大切だからね。小さな目標を持って学校に行くと目標を達成するためにやるべきことが見えてくるよ。小さな目標はいつか大きな力になる。給食の時はみんなに美味しく食べてもらうため綺麗に装うことを心がけているよ。でもたまにトラブル発生するの。おかずの分配が難しくて最後の方はおかずなくなってしまうの。いつになったらうまくできるようになるんだろう。ルナさん、気にしなくて大丈夫よ。大人でも難しいことだからね。おいしそうに食べている顔を見るとモチベアップ。休み時間は太陽を浴びてリフレッシュするよ。日光浴は健康な体づくりやリフレッシュ効果があるんだって。でも紫外線に当たりすぎると真っ黒になってしまうから、ほどほどにね。休み時間にリフレッシュする。ルナっていろんなことしてモチベーションを上げているんだね。知らなかったよ。うん、見えないところで頑張っていたんだね。私たちもまだ遅くない。今日から頑張ろう。うんうん、なんだかやる気出てきたよ。と言いながら5時間目はお腹いっぱいで寝てしまった3人でした。まあ明日から頑張ればいいや。そうね、じゃあ私は明後日から頑張るわ。みんな応援してるよ。今日の動画はいかがでしたか？また一緒に遊ぼうね。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。